今回見つけた町で噂のグルメは、美味しい八百屋直営店となっておりまして、野菜にはこだわりを持って調理させていただいております。野菜のプロならでは、絶品野菜スープカレーに、うわー、だいたいこういう器に入ってくるとうどんですもんね。そうです、そうです。これはお蕎麦ですか。50年愛される元祖鍋焼きそばも必見です。噂の町グルメ。さあ今回はですね、手稲前田ということでございましてね、はい、賑やかな通りですけど、はい、お店が非常にたくさんあってね、確かに、この辺りにも非常に噂になってるお店が点在してるんです。そうですか。まずはグリズリーというお店なんですけどね、はい、カレーなんですけど、野菜の量と質とともに最高です、はい、これはもうリピ決定です。そうですか。何でもあるな。そうです、ね、お洋服も買えるし、スーパーあるし、スーパーありますね、うん、UHB のミンテレと申します。グリズリーってあります。あ、よく行きます。え、お、私は照り焼きハンバーグをよく。あ、ハンバーグなんだ。ハンバーグも美味しいし、スープカレーも美味しいです。おお、学生ですか。学生です。あと大学生、いや高校生です。今授業の産休みたいなので、お散歩についてなんかいろいろ調べてるんです。お散歩について、はい、インタビューしようとして人を見つけてたんですよ、うん、え、なんで同じことやってたんだ。散歩してる時にちょっと歩きづらいなとか思ったりする時に、うん、するします、うん、何これ、心理テスト。道とかを研究してるじゃないですか。あ、なるほど、歩きやすい道。 ありますね、そういうところもね。こうやって近づいていくといいよ。あ、どうも。意外とみんな止まってくれるから、確かに、うんうん、インタビューの極意を伝授したところで、噂のカレー店に向かうと、あ、見つけた。え、早い。カレーって書いてない。あ、ここだ。黄色い旗。なんかおしゃれだね。はい。1軒目、キッチングリズリーは中央区で人気のヒグマの系列店。料理と会話をゆっくり楽しめる広々としたボックス席が並び、開店からお客さんが途絶えません。こちらこだわりチキンのスープカレーになります。うわ、すごい。チキンも素晴らしいんですけど、野菜すごい、10種類以上常時入っております。おいしいおいしい。スープのコクもありますけど、サラッとしてますね、はい、でね、甘みがあるんですけど、これベースは何ですか。鶏ガラですとか、そういったものが主になってるんですけれども、だしの方にもですね、野菜の方をふんだんに使用しております。野菜の旨み見えてるところだけじゃないんだね、お野菜。おー、これ永遠に飲み続けられるぐらいの美味しさですね。インパクト抜群のチキンは、下茹でし提供前に素揚げすることで、表面はパリパリ、中はしっとりと仕上がります。そして野菜も主役級の美味しさ。おすすめは長芋になってまして、素揚げしておりまして、ホクホクとした食感とシャリッとした生の食感を同時に楽しめるものとなっております。いい音。ほんとか、うん、中シャリシャリで外カリカリで、野菜に応じて下処理を変えておりまして、一番美味しく召し上がっていただける調理方法をとっております。野菜にそんなに愛情を注ぐ理由っていうのは何だ。当店の方が八百屋直営店となっておりまして、はい、野菜にはひときわですね、気を使ってこだわりを持って調理させていただいております。北川さんは町の人も絶賛のトッピングが乗った人気メニューを注文。ハンバーグドリアになります。美味しそう。グツグツジュージュー言ってますね、はい、プルプルしてる。柔らかいんだ。これ飲むタイプじゃない。ね、本当だ。牛の香りがもうくよか。国産牛 100% のビーフのハンバーグになっておりまして、表面だけをしっかり焼いた後にオーブンに入れておりますので、中はふわっと仕上がっております。自家製ホワイトソースは玉ねぎたっぷりで、見た目以上に野菜をしっかり取れる嬉しい一皿です。
ぱ野菜屋さんが母体だとこう野菜のうまさ知ってるから、うん、そうね、生かし方が上手ですよね。本当そうですね、うん、これは皆さんを虜にしてますね。ありがとうございます、ね。さあ続いてはですね、カフェなんですけど、はい、パールモンドールというケーキ屋さんで10年修行したご夫婦が営業するカフェです、はい、おやつセットっていうのがあります。なるほど。コスパがとにかく素晴らしい、大満足のプレートでしたっていう。それにしましょうよ。これにし これにしますか、はい、これ食べましょうよ。食べましょうよ。ミンテレと申します。こんにちは。何歳何歳何歳かだけ教えていただく。5歳と2歳、えんちゃいと明日で1歳です。明日で1歳あらおめでとうございます今寝てらっしゃいますね。日向ぼっこってお店知ってます？知ってます。行ったことはないんですけど気になってます。あ、そうですか。新川通り校でどっか行くときに見てて美味しそうだなと思って調べたりとかして。あ、そうですか。見晴らしがいいですよね。すぐそこはだって川でしょ、うん、そう川。よしさん、ほら、お、日向ぼっこって書いてるじゃないですか。ひらがらでなんかおしゃれなね、イタリアンレストランのような。あ、まさに、うん、2軒目日向ぼっこは7年前にオープンした雑貨も取り扱うカフェ。オーナー夫妻は洋菓子の老舗パールモンドール出身で、コスパ抜群のおやつセットが絶大な人気を誇ります。これはケーキを選ぶんですか？はい、ケーキ選んでいただいて、あとアイスクリームと本日の焼き菓子がつきます。こちらのクーベルはパールモンドールで出していたものと同じものになります。じゃあ私クーベル。はい。北川さんは自家製ブラックベリーのソーダとセットに、石井さんは同じくブラックベリーを使ったムースを選びましたよ。おー、ボリュームもありますよ、うん、さっき頼んだ私のケーキに、はい、シフォンケーキに焼き菓子にアイス。私も、うん、チョコの芳醇な香りとベリーのね甘酸っぱさが本当に口どけがいい。下がチョコレートで、ブラックベリーのムースの間にブラックベリーのゼリーを入れてます。手が込んでる。ブラックベリーとかドラズベリーとか父が無農薬で育てて父に取ってもらって、うちでドリンクとかのピューレを作っています。クニちゃんのこれも甘酸っぱくて美味しいですね。ありがとうございます。本当に余計なものは何も入ってないっていう。なるほど、うん、あ、美味しい。では北川さん、修行先への思いが詰まったクーベルをいただきましょう。ギュッと詰まってますよね。ちょっと濃厚な感じで栗とナッツとガナッシュとか入ってます。うん、結構しっとりしてるけど、はい、ナッツの食感がまた全然違うものが出てきて、はい、コクがあって美味しい。生地にカスタードクリームも混ぜ込み、しっとりと仕上げる修行先のレシピを忠実に守って作り続けています。生クリームもくどくなくって、ここが一番好きだなって思ったので、もう最終的にはずっとそこで働かせていただきました。そんな山崎さんにはこんな特技も。ハワイが好きでフラを教えているので、2階でフラも教えてるんですけど、ちょっとハワイアンのコーナーも作ってます。なんか好きなものに囲まれて、はい、生活されてる感じしますね、はい、新しいものが出る中でこうやってなんかね、昔ながらの味あるとなんかホッとしますよね、うんうんうん、嬉しいです。ありがとうございます。老舗の味を受け継ぐ山崎さんが、これまた長年続く名店を教えてくれましたよ。すぐ近くなんですけど、まっすぐ行ったところに笹川さんってお蕎麦屋さんがあって、ご主人が打ってらっしゃると思うんですけど、他のお店建ててた時にお昼はそちらでいただいたりしてたので、ちょっと思い出のお店なんですけど、お店の方がおっしゃってた、はい、はいはいはい、あのお蕎麦屋さん近くにありますよって。うん、面白い。本当ね。ど真ん中。ど真ん中に看板ある。これは行きやすいですね。今までで一番の最短距離じゃないでしょうか。そうかもしれない。分かりやすくてね。そばどころ笹川は創業から74年、親子2代続く名店で、
昼時は常に満席。長きにわたり愛されるゆえんは、常連さんから熱い支持を受ける名物メニューの存在にあります。うわいい香り。本当だね、お出汁のね、いい香りと様々なものがこうブレンドされた香りがしますね。だいたいこういう器に入ってくるとうどんですもんね。そうですよね。ただこれお蕎麦ですから。本当、つゆをね、飲まなくても本当お蕎麦に絡んでるから、一緒にこう美味しさをいただける感じですよね。太麺っていうのがいいですよね。そうですね、絡むと思うんですね。あ、なるほど。おいしい。これ甘じょっぱい感じ、美味しいですね。だしの本当うまさっていうか、はい、いろんなの入ってそうですね。今後3種でやってるんですけど、枯れ節はもう昔から使ってて、あと2種類はちょっとお教えできなくて。あ、そうですか。蕎麦は3種です。蕎麦粉が7で、つなぎが3。蕎麦切れちゃうんです。短くなってるんですよ。茹でてる最中でも。それをなくすにはっていうのと、香りを引き立つに何がいいかっていうことで、うちの味が何がいいんだかなって、やっぱりそこを試行錯誤してると思うんですよね。独特な平打ち蕎麦や甘じょっぱい道民好みのつゆがこのお店の持ち味。製麺会社にも勤めていた研究熱心な先代だからこそ開発できたんです。これは昔から出してらっしゃったんですか？昭和48年ですね。うちの親父が作って、多分だけど元祖だと思います。まだあの時はうどんしか他はやってなかったから。そうでしょうね、全然冷めないし、お餅も入ってた。これも宝探しですよ。いろいろ出てきますから。他にもいろんな、もちろんお蕎麦やられてますよね。家内が手付ける天ぷら関係のうち結構ねブレイクしてて、サクッとカリッとっていうのをテーマにしてて、時間はねどうしてもかかっちゃうんですね、天ぷらですからね。それでもお客さん待ってくれるんで、なんとか頑張ってます。さらにこんな風にしていきたいみたいなとかあるんですか？これですか、まあ、もう64ですからね、まず70歳まで頑張ろうと。でうちの親父89までやったんですよ。そこまで行かなくても近づきたいですね。なんとかね長く食べさせていただきたいです。これは長く続けていただきたい。